前もさせてもらおうかな。やっぱかっこいいな。はい、お疲れ様です。それで上郷に到着して今ご飯炊いております。でどうもね、宮田がそこで後ろに寝てたんで、もう起こすのあれやったんで、とりあえずあの差し入れと、ね、僕はステッカー新しいに変わったんで、宮田にステッカー一応こんな感じで、はい、一応お出す意味で、はい、ちょっと、かけてきようと思います。まあ、とりあえず、起こすのあれやったんでね、起こさないように、はい、していきたいと思います。一応また後で、DM やないしておいて、見てもらえたらなと思います。はい、まあ、宮田ステッカーもらいたかったんですけどね、前回ももらえんかったんで、また何かの時に、はい、置いといてもらおうかなと思います。ちょっとガーダ映して、また後日宮田に一応こんな感じで撮ったんですけど、あげさせてもらっていいですかって許可もらってから、もし OK 出ればね、宮田のトラックの方も外観だけ、はい、あげようと思っております。ちょっと今手ぶれで持ってますけど、はい、その中でちょっとだけ映させてもらいます。はい、ではとりあえず差し入れ置いてきます。はい、ということで宮田のトラックすごい、トレーラージャパンね、超長い、やっぱ綺麗にしてるね宮田ね、新しいやつ。ちょっとザーッと、ちょっと手ぶれになりますけど、今日はね、こんな感じで乗っております。すごいね、ぐるーっと回ろうか。すごいね、めっちゃでかいね、めっちゃかっこいいね。宮田はーい、ね、すごいね。トレーラーズ止まってたんでね、マジ渋い。お前もさせてもらおうかな。やっぱかっこいいな。ナンバーもしあれだったらまた後悔しますけど、ネタ始めにやったんで、ネタ始め、わーかっこいいな、あそこね、すごいね。あーマジやばい、下からのアングル撮らせてやばい。この敷く位置が分からんけどね。あー、これ3列か、少し。かっちょいいっすね。いいな、やっぱプロフィアは。やだ、寝てるね。すごいな、めっちゃ綺麗やけど。やばい、バリ綺麗なんやけど。宮田こんな感じで、はい、なんと宮田って書いてますけど、はい、これもピカピカやで、ね、この宮田いたんで、ね、またいろいろとコラボしたいんですけど、宮田寝てるんで、今から差し入れをね、このガードもかけておきたい。ここしかかけるとこないよね。はい、かけておきます。とりあえず宮田、大変やけど熱中症気をつけてね。では宮田ありがとうございました。はいはい、バナナ分かるように置いてきましたよ。みやさんおやすみなさーい。ではまたね、みやさん、バイバーイ。では僕もご飯食べて出発します。はい、本日もご飯出来上がりましたということで、さっきみやさんのとこ行ってきましたけど、とりあえずご飯しましょう。ちょうど出来上がりましたね。はい、今日なんやろ、これなんやろ、なんやろ、実は昨日と一緒です。何が違うかって、置いてる上下が違うだけです。この下にいつも通り鶏のささみが入ってます。でも味を今日は変えてみたいと思います。はい、ということでちょっとね、丼ぶりにしましょう今日も。はい、ちょっと一回閉めます。はい、今からご飯をしていきたいと思うんですが、とりあえず熱いんですが、熱い、プレートがいつも熱い、危な、こぼしかけた。はい、本日かけるのはね、これスイートチリ、いつものもうないんですよ、スイートチリがね、もうなくなってくるので、これをねかけたいと思います。おお、そもだ出てきた。ちょっとちょっと多めに、これねあんまり辛くないんで、もう使い切りたいんで、ちょこちょこかけながら、はい、本日はスイートチリバージョンでいきたいと思います。ではいただきましょう。チリのね、チリってますね、今日チリってますよ。ちょっとね、こんな感じで、どうでしょう、どうですか。いただきます。
ートチリ、ま、辛さ増しますね、うん、うまい、これハマるな、辛くはそこまで辛くないんですよ、ツイートチリって。甘さがあるんですよね。あとあのちょっとしたあの酸味、これがいい。肉に合うわ。うん。なんでヘルシー、チキン、スイートチリがけでいきましょうか。ちょっと名前よう分かってないですけど、もう適当、うん、関西の高田純って言うたらイサムチャンネルのことね、覚えておいてください。あのここに書いておきますから、よろしくお願いします。適当すぎるやろ、関西に適当でなんぼやねんみたいな感じですけどね、うん、うまっ、うん、で今から神奈川向けて走るんですが、今日はね、いつもその GoPro で撮ってるんですけど、ちょっとあの今回携帯をね 12Pro に変えまして、皆さんがよく言うこのタピオカみたいなやつ、ちょっとね前の携帯がもう全然ダメで、うん、アップロードとかもしにくなっとったんで新しく変えました。で、あの夜間のモードがね結構綺麗らしくて、さっきも見合ったやつ、実は携帯で撮影してきたんで、あのこの後 GoPro と、まあ、もちろん GoPro も多分ね性能いいと思うんですけど、ちょっと画像を比べて半分半分みたいな感じで、あの同時に高さ大体一緒くらいなんで、まあ、そこに合わせながら、あの撮影しながら、あのちょっと喋りながら、あの最後エンディング迎えたいなと思っておりますってことで、ちょっとそっちの方もねぜひ最後までお楽しみください。あのここで終わらない、いつもやったらここで終わるんですが、この後も楽しみにお待ちくださいということで、本日ご飯食べてこの後出発していきたいと思います。では後ほど。神奈川向けて出発しますが、画面が今2画面で撮っているので、まあ、実質ちょっとね変わるかもしれません、若干変わるかもしれませんけど、まあ明るさとか見てもらえたら、広角なんでどうかな、ちょっとあの編集で同じサイズぐらいに合わせてみますが、ちょっとね画面が若干違うかもしれません、分かんないんで GoPro のサイズと編集の時に、ね、ただ明るさは今もうほぼ、そのままの明るさでいってます、はい、だいぶ違うと思います。別にこれは明るさとか加工とかはしておりません、はい、今から行きますけど、これ明るさはね一切加工してませんので、明るいとこでは多分両方とも明るいんでしょうけど、実質ね暗くなった時はどれぐらい変わるか分かりませんか。ということで上郷からスタートいたします。ね、だいぶ違いますね、まあ夜のモードとかはとか、あとブレのね、振動とかは若干変わってくるかな、うん、そこら辺もこの2画面で1回ちょっとやりますんで、ほぼ置いてる位置はほぼ一緒です、はい、あとはもうズームの仕方とかは、まあ、その辺もちょっと分からず、1対1でやってますんで、まあ、その辺も合わせてやってもらえたらなと思っております。いやね、僕は今携帯も GoPro も一切見てないんで、どういう状況になってるか本当わからない状況なんですけど、 GoPro も液晶消えてますし、携帯の方もねそのまま取りっぱなしなんで一切わかりません、はい、ということでこれから新東名行きます。で新東名のここのね、ここ行くときにこのわーってオレンジの機械ね、ここ一番好きですけど、ここはどんな感じになるか、おうおう、振動がどれぐらい変わったか分かりません。さっきのこの前の人は左行こうとして間違ってあったの、バス行くつもりが左行こうとしなかった、まあ、どちらって左行こうとしてバス行かんと、この先で多分左かはんでしょうね、多分間違わなかったとは思われます、はい、ね、やっぱりこう GoPro ってやっぱ夜弱いんで、実質やっぱ携帯がねどんだけ優れて、今のその iPhone